源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。はっ、当たり前だろ。どうしてもということでしたら、うちの新谷が空いてます。ええ、八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。確かにお前のおこぼれが回ってきそうだ。そんな、本当ですか。まあ、その点新谷なら。ええ、無罪でもそんな。え、ああ、どうしても八神を。なんだよ、やってられる。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました。伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。大久保君がエミちゃんを。そんな、なんでだよ。犯人の身柄を確保。どいて、建物から離れて。離れなさい。あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。久しぶりだな、八神先生。法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた。あの事件、君は本当に無実だったか。俺は何もやってないって、何度もそう言った。あんただって聞いてたろ。なんで誰も信じてくれないんだよ。主文被告人羽村恭平は無罪。タモ！俺は大久保君と綾部の弁護人なんだ。黙るわけにはいかねえんだよ。